チになるの汗だくサウナ。いや初めて出ましたこのストーブ。結構きますね。私の好きな湿度高めのサウナですね。わちみなみの汗だくサウナ整ってね。皆さんこんにちは、わちみなみです。今日はなんと福岡にやってきています。私とゆきちゃんとあすちゃんと私一人だけなんですが、この YouTube チャンネル汗だくサウナがなんとテレキューで特番になるということで収録に来ています。ぜひ楽しみに見ててね。というわけでですね、私のゆきちゃんとあすちゃんとやっている YouTube 汗だくサウナがテレキューで特番になって登場していました。 TVer でたくさん検索して見てみてください。とコラボグッズも今販売中でね、サウナハットとか手ぬぐいとか売ってるので、サウナーの皆さんはサウナハット、耳や髪の毛を守るために必須だと思うので、ぜひチェックしてみてください。概要欄に貼っておきます。と、ここのグランピング五感という施設に今来てるんですが、お水がすごくよくって、この天然水がね柔らかいので、水風呂がね後で登場するんだけどすっごい気持ちよくって、皆さんもサウナ前にちょっとお湯に浸かるの結構おすすめだなと思いました。とこのサウナストーブが独特じゃないですか。ストーンもジャガイモみたいでかっこいいし。嬉しいことに燃えよ、かわいいよ、かわいい炎の妖精。おお移動します。こんな感じでゆるーく撮影現場の雰囲気をお伝えしていこうと思います。水風呂はこの不思議なね壺から湧き出るものでした。こちらが水風呂でございます。壺からね水がババババーって出てきて、もう寒くて今は分からない。外に出るとこんな風にグランピングドームがいくつもあって、まあ夜になるとね星空がすごい楽しめるそうですよ。サウナはね2個あるんだけど、ちょっと1個しか紹介できなくてごめんなさい。ぜひ TVer でチェックしてね。このトナカイさんもいて、山というか自然を感じますね。今旧大サウナ部の方に来ていただいてアウトブースを習っております。お願いします。タオルの長い方ブース習ったんですけど、タオルくれたっていうか渡してくれて、練習していいですよって言ってくださったんで、一人
日々ねピザをやってます変態ピザそうだそうですよ、はい、そうですそうじゃない、揚げるときが、はい、揚げるときに今ちょっとここで揚げてでまたここから回し始めて揚げて回し始めたって言ってる、はい、綺麗です綺麗です。あ、でも、はい、回った後ちょっと滑らかにこう確かに、はい、ここの親指の筋肉結構めっちゃ必要だね。猛練習の後、自分のサメシのためにねヤマメを釣りましたよ。この後食べた麻婆豆腐、これイノシシ肉でできてるんだけどめっちゃ美味しかったから絶対食べてみてほしいです。名前ついてるんですか、はいはい、分かるんですか、これ柄とかで、こっちで差し入れます。さっきのヤマメをいただきます、うん、なんとこのヤマメ名前がついていたそうです。これちょっと本当だったのかね、私分かんない、ここのグランピング五感ジョークだったのか何だったのか謎のままなんですが、とにかくね、でも新鮮な釣れたてのお魚なのでとってもプリプリで美味しかったです。お魚だけじゃなくってお肉もあったりだとか、バーベキューもね横のスペースで開放的なデッキでできるそうなので、ぜひぜひサイトでちょっと見てみてください。さて移動して今東区のね海の中道の方にやってきました。なんとこれは後ほど出てくるサウナ室からの眺めでございます。海が見つけました。お庭にいたネッシーがモチーフのね、名前がミスネッシーらしいです。これが目玉の移動式サウナ、コンテナなのでねサンテナっていうらしいです。この中からねめっちゃ広い海が見えるんですよね。景色がすごいポイントだと思います。サウナ室の温度は78度なのでねそんなに高くないんですけど、湿度がめちゃくちゃ高いんでなんかね汗の出がすっごい早くて、これ右の方にある丸太に座るとちょっと体感温度10度ぐらいまた上がるんで、何度ぐらいかな、上の段だと80から90ぐらい感じられると思います。これがレイの汗だくサウナとのコラボグッズです。ロゴはいろんな人に相談してね作り上げたので結構こだわりたくさんなんですよ。これこれです。汗だくサウナのフォントも可愛いしね、よく見るとバケツのところに MW 和知南のイニシャルが入ってたりと可愛いんですよ。サウナハットは髪の毛も守れるので必須です。こっちなんで。ご飯です。ボロネーゼとカーニャカウダと卵のパフェ。今は撮影のご飯シーンをしています。私はワインをいただきました。ありがとうございます。どうでしたか、汗だくサウナワインセクシーバージョンでしたまあこんな感じで今回は私の、ね、友達と一緒にやってた汗だくサウナ YouTube 版が地上波で特番になって登場しましたよの撮影裏動画でした。ぜひぜひ皆さん今は TVer で配信中なのでチェックしてみてください。夜はこんな感じで地元福岡の美味しいものを食べました。やっぱ福岡はねご飯美味しいんでサウナ飯ね最高ですよね。また行きたいです。